えっと、これから、えっと、宮本先生のですね、あの、ご講演の方、始めていきたいと思います。えっと、先生、ごとだ、いただいてますが、あの、若干のですね、あの、私から。えー、源健一郎先生の、えー、ご略歴等々、えー、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、えっと、先生の、あの、今日のご講演のテーマはこちらでございます。えー、源平登城録が語る千葉市のアイデンティティでございます。 宮本先生はすでにもうチラシ等々であのご覧になっているかと思いますが、えー、わざわざです、ね、本日、えー、大阪の四天王寺大学の方からあのおいであのくださいましたあの先生あのお足元の悪いところ本当にありがとうございますあの、えー、無事あのご,たつご到着されて、えー、ご講演ということになりますが、えー、とご略歴でございます、えー、先生はですね、えー、関西学院大学文学部 えー、大学院修士課程博士課程を修了された後、えー、1996年に、えー、四天王寺国際仏教大学人文社会学部で、えー、専任講師となられてお,りますおられますで現在は、えー、四天王寺大学の、えー、日本学科長です、ね、教授をされ日本学科長、えー、エクステンションセンター長等の、えー、養殖を務められておられます ご専門は、えー、日本の中世文学、えー、久保先生と同様平家物語研究を軸に、えー、されておられますが、えー、特に書本の出来方とそれを取り巻く宗教的環境についての研究に取り組まれておられます、えー、本日取り上げていただきます原平東女録も、えー、平家物語の書本の一つだそうでございますが、えー、この本につきましては、えー、2006年に えー、巡礼記研究第3号に千葉妙見の本体本次説、えー、源平登場録と千葉妙見関係資料との間という、えー、論文を、えー、発表されておられます、えー、千葉から、えー、離れた地の、えー、源先生のような研究者のお話が、えー、私どもにまた新しい視点を与えてくださるのではないかと、えー、期待をいたしておりますそれでは先生あのどうぞよろしくお願いをいたします <laughs> えー、皆さん、こんにちは四天王寺大学から参りました源と申します。 えー、源という名字でございますが、専門は平器物語でございまして、<laughs> あの、えー、この源という名字もですね、どういう源さんですかと、もうあの先々からやるんですけれども、えー、私はあのお寺の人間でありまして、お寺が江戸期に非常に流盛を誇った頃に絵図屋に作らした怪しげな絵図があります。それによると、宇治の平等院でですね、自害をして果てた源の頼政源三頼政から、まあ無理くりやん。 引っ張ってきているまあ、なんちゃって現地でございますからあの今その果私打ちではありませんが平均物語をやってまだ平均に対してですねいろいろと考えを巡らしているところでございますで本日は久保先生の方からお声掛けをいただきまして 閉経物語の書本の一つであります原平登場録についてお話をさせていただきたいと思いますこの原平登場録閉経物語にはたくさんの書本がありますそのたくさんの書本の中の一つでありますがその書本の中でも極めて独特特殊な伝報の一つがこの原平登場録であります どういった点が特殊であるかというと時には源平合戦の歴史を物語るところから逸脱をして千葉市の歴史を物語っていくというところにです、ね、あのこれ「平家物語」の一本であるわけですがあ特色があるわけであります、えー。今日はこの源平登場録を通じて千葉市のアイデンティティがどのように語られているのかということについてお話を申し上げます。 久保さんが千葉市をよりどころにする人々のお話をなさいましたけれども私は中世の千葉市がよりどころにした物語についてお話をするそれが私の担当というふうにご理解をいただければと思います。 お手元の方にはですね本文資料をお配りをいたしております本文資料と前のスライドにはその要ようやく要点を示してまいりますので適宜照らし合わせながらご覧をいただければと思いますまずはじめにということで私が以前書きました論文に原平登場力に語られる独特なですね千葉市と妙見心の物語この郊外 あらすじをまととめた部分それを本文資資料料の方に資料1とししてて挙げておきました、えーまあ非常に基本的な内容になりますのでこれについてはこのないあらすじを読んでおきたいと思いますが氏神として千葉市に尊崇された妙見は渡る神菩薩であった人が神のもとに申でるのではなく選ばれた者もの,のもとに妙見は渡りその姿を表し貢献を与えたのである。 最初に選ばれたのは平の正門であった兼務4年二所、えー、者文は4年に転写されて平家物語日本源平登場録」によると将兵5年8月上三助両権義金の軍勢によって古海川の橋に追い詰められた正門の前に突然道地が現れた。 正門一行を向こう岸に渡らした上、八戦を助けて勝利をもたらした。この童子は、正体を光月の花園寺に鎮座する。妙見大菩薩であると明かし、正門に迎えをこいます。こうして妙見神は正門の下に渡り、五年のうちに正門は東八カ国を従える。親王となったのであります。 しかしながらその結果将門の本性は正直から天え天皇というのは非常にずる賢い悪いことをするという意味ですが天皇へと転じ将門を見限った明軒は将門の養子である平野義文のもとに渡ってしまう。 妙見の去った将門が滅びる一方で将門の元にあった妙見はその子忠頼に渡り以降義文劉平氏坂戸八平氏の一つ千葉氏茶家千葉之助に代々伴い家政を支えたそれから時を経て源平合戦頼朝の挙兵に応じて応じた当時の千葉之助常種の留守中平家,型平家型であった 千田の半官台、近政の率いる大軍が千葉の勇気へと進む。これを常谷の着孫重谷がわずか七期で迎えるが、たちまち境川の橋に追い詰められる。そこに再び渡り現れたのが、同時に姿を借りた妙見でありました。妙見の助力もあって、近政勢は撤退をする。 妙家の奇跡を耳にした頼朝は自らのもとにも妙家が渡ることを望むが常谷には妙家は千葉市茶家にのみ渡るものであり千葉之助の貴袋こそが妙家からの助力であることを頼朝に説いたといったこうした物語が源平登場録の中に盛り込まれています。 この物語のですね要点を前のスライドに挙げました。二つの戦からこの物語はなっています。一つ目はマサカドの乱でありますね。明憲氏に選ばれたタイラーのマサカドは当惑国を従える新王となった。しかし、ながら正直から天寧へと天字マサカドは明憲に見限られ新たに明憲氏に選ばれたのが平イの義文。 えー、その後、頼所以降、吉姫竜兵士の一つ、千葉氏着家に代々伴ったという物語が一つであります。もう一つはですね、えー、源平合戦の物語であります。頼朝の挙兵に応じた当時の千葉之助常谷の留守中に、千田近政が急死をいたします。 そこに妙見神が現れて近政は撃退をされるこの妙見神の奇跡を聞きつけた頼朝が自らのもとにも渡ってもらいたいというわけですが千葉之助の貴袋自体が妙見からの助力であると。 常谷は解いたというこの2つの物語が源平登場録の中に盛り込まれているこのような物語が中世千葉市にとってですね自らのアイデンティティをどのように保証するものであったのかということについて以降はですね源平登場録の本文に基づきながらお話を進めてまいりたいと思います。<laughs> まず一つ目でありますが千葉市にとってという問題であります正門義文古実というこれは私がネーミングをしていますが古実というのは自らのそれこそよりどころとなる歴史のことを古実というふうに申しますここにこうこうこういうことがあるから今の自分があるのだと常に参照される振り返られるものが古実でありますね千葉市にとっての大きな古実は正門義文 というこの流れの中に自らの千葉之助の歴史があると。 いうことでありましたそのことは源平登場録の諸書にあちらこちらに伺われるわけであります。例えば資料の1位としましてこれは源平登場録「平家物語」諸本に共有する一番最初にですねあの平家の歴史が語られるその平家の歴史が先ほど申し上げたように千葉市の歴史へと大きく逸脱をするのが登場録の特徴でありますが今あらすじ申し上げたところにも重なるところでありますけれども。 妙謙信は将門から義文へと渡ったというわけですねこれ将門から義文へ渡るというのは実は非常に奇妙な設定でありまして義文は将門の叔父であります叔父であるにもかかわらず源平登場録はですね義文は将門の養子となったのだ。 これはの歴史的事実としては確かめられるものではありませんが登場録はそのように語りますそうすることによって将門からその養子となった義文へと妙剣神が渡るということを物語るわけですねでその義文からあー次男でありましたが実質的な着嫡男である忠義そのだ上からその嫡男の忠常へと代々 千葉市着流へと渡っていく妙見神の在り方というものがこの資料1の本文の中に語られているわけですこのような源平登場録の物語に対してはこのシャープで表したのは先行研究でありますけれども先行研究の中でも様々に問題視をされています 登場力は幕府早々期の南関東在地領主たちを千葉市の祖である吉文流に主眼を置いて系譜づけており平家物語の主人公とも言うべき忠盛清盛系の扱いは極めて育つで平家物語の叙述としてふさわしいものとは言えない憲兵登場力は特殊であるというゆえはここにあるわけですね平家の物語なのにその平家の憲風平家の忠盛系の系譜についてはほとんど語ることなく うーんこの吉文流兵器、えー、あるいは関東前、えー、バンド八兵士こちらのほうに力点が置かれている国家流の特に北条氏系府においては坂東八兵士系府中に見えるような検証の姿勢は見られないかといって、えー、鎌倉家に覇権を握った北条氏これも兵士の血を引いておりますけれどもこの北条氏については極めて冷淡であるというわけですね。でえー、一方で 忠恒には義文流平氏の着流、千葉之助こそが義文流平氏、坂東八平氏の着流であるのだというような物語がここに語られていると、こうした指摘がされているというところに、この登場録という平家物語の特殊性があるということになります。 次に資料の3でありますがこの資料の3は薪が飛びまして薪の第5になりますこの薪の第5はちょうど頼朝が挙兵をする物語が語られる薪になりますその頼朝の挙兵の物語の中でまた再び妙見心と千葉之助の物語が挿入されているこれも登場力に独特のところであります でえー、これはあちょうどです、ね、あの資料の位置であらすじを言ったところの物語の原文がここに上がっているというふうにご理解をいただければと思いますがここに語られておりますのはそれこそ正門の乱における古海側での妙見心の助力についてが語られています。えー 線を引いいいておいたかと思いますが四角で囲っておいたかと思いますが、あ先ほどから親王、親王というふうに申しておりますが、登場録の中では、あーこれ千葉宗家関係の資料でもそうですけれども、将門はこのおお親に王、あの天皇の御子としての親王ですね、このような表記がなされます。これ本来はですね、将門はよくご存じのように、新しい王。 新しい天皇、新王ですね、新しい天皇と称した、これが国家にとっての大きな反逆であったわけですが、そうした新しい王としての将門のまあ反逆性というものを薄めて、天皇の御子としての新王というふうに同じ恩でありますけれども、改め,改めて物語は将門を受け入れているということになります。 でえー、これはまたあ先ほどのリフェイン,リフリフェイン繰り返しになりますが、将門から親王たる将門から義文、でこれはあまた叔父でありながら将門に養子となったのだ、登場力がたびたびこれを繰り返すわけですが、その義文に妙賢神が渡り、えー、常種までの、今度はあ頼朝の挙兵ですから、常種まで見通、えー、されます。常種までの7代、嫡、え、流、ー、代々に妙賢神が伴っていたのだということが、この資料の の中にに物語られていいるととうことになりますすなわちこの登場力の中では源平合戦記における千葉之助常典のアイデンティティはあ政子堂から義文へと渡っていく妙見信の助力助けにあるというふうに語っているということが明らかなわけです。 ただこれは登場力、やはり先ほどから何回も申し上げているように極めて特殊でありましてこの千葉市の歴史について調べるときにです、ね、よく参照されるのが千葉総計関係資料そこに千楽州省を次、に資料の4として挙げておきましたこの千楽州省、千楽州抜粋とも称されますまたこれに関係するさまざまな資料群がございますが。 あこうした千葉宗慶周辺資料群におきましてはあ全く違う古実が語られています。親王親王とこの親の王とするですねこの点はあ共通をしますが親王、えー、正門と義文との連合軍に対して明謙神は協力をするという立場で現れてきます。えー、しかも明謙神に対する信仰は政門から引き継いだものではなくて。 ます、えー、義文の母が妊娠中から妙見信に帰依をしていたから妙見信は義文のもとに渡ったのだとするのがこの泉岳衆書等の、えー、千葉妙見者千葉宗家関係資料に共通する伝承であります、えー、むしろい、まあ、わばこちらの方がですね、えー、広く受け入れられた伝承であるわけですからあその点において登場録は特殊であるということを申しておるわけであります。 こうした千葉妙見者、あるいは千葉総家関係資料との相違につきましても先行研究においてたびたび指摘をされているところであります。例えば、近世千葉妙見者の伝承のいずれもが逆賊・正門の処理に苦労している。 将門は天皇家に反逆をした逆足であるとそういう価値があります見方がありますこの将門をどのように千葉之助の歴史の中に位置づけるかというのがなかなか難しい問題として認められるというような指摘妙見心の地盤次元の場が実は尖学修正と登場力とでは異なっていますが登場力は先行する千葉妙見伝承 広く広まったものをよく理解をしながらあえて申し上げたような義文を正門の養子にするという,ような非常に突飛なアクロバティックな設定を用いることまでしながらあのような古実を語っていたということになるわけですね。これもについてある研究者の方は正門を敬愛する立場からこのような改変が行われたのではないかという指摘をしておられます。これ敬愛というのは確かに の通りだと思う点もありますがどうも敬愛どころではないというふうにも思われますえ次の資料の5をご覧いただきたいと思います 資料の後はやはり源平統場力の負けの第五頼朝の挙兵にまつわる記事の中に収められた本文でありますけれどもこれはちょうど資料の位置で私があらすじを申し上げたところの源平合戦に関わる内容の本文資料というふうにご理解くださいこの中この記事はですね頼朝の挙兵に応じた当時の千葉輔常谷の留守中襲撃をしてきた千田の藩雁第近政 あの大軍に応戦するツ、うん、ネタネのチャクソンシの様子が描かれます先ほど申し上げたように境側で妙見神が助力をするという内容が語られるところでありますが注目をしておきたいのはそのシゲタの名乗りの部分であります、えー、防戦を引いておきましたが平神の正門には十代の罰を千田の小太郎シゲタネと語るんですねここにはですねもう吉文をすっ飛ばしてしまって 将門から直接つながる千葉の助のアイデンティティが語られているということになります。 これは本当に異様なことでありましてこれは他にはありえない下にですね千葉御用件者の応援芸巻における重谷の名乗りをスライドの方には載せておきましたが応援芸巻の方では仏の神義文より八代御当ですね義文より八代千葉の常胤の孫常政が嫡子小太郎重谷少年十七歳と。 いうふうにあるわけですからああ東条力がいかにその正門を敬拝以上にですね正門の吉文とこう渡る妙見心に特別な意味を認めていたというふうに考えざるを得ないということが言えようかと思います、えー、まずはここまででですね 「源平登場録」というテキストがあー、まあ、先ほど申し上げたように南北朝期の著者の物語でありますが南北朝期の「源平登場録」というテキストが正門義文を古実とする点に千葉市のアイデンティティを求めていたということをここまででまず一旦確認をしておきたいと思います。 で次にですね少し視点を変えまして登場力が非常に独特なのは千葉之助の歴史だけではありません頼朝に対する把握認識についても独特な点がありますこれを次に視点を変えてお話をさせていただきたいと思います 八万殿として解雇される義家古実とありますが頼朝が登場する場面において常に頼朝はです、ね、あの八万度の義家の罰流である八万度の義家の着流であるという形で物語られていくそこに古実が求められていくという点が実は登場力の特徴として挙げられます。 例えば、資料の6、7、スライドにはもうまとめて挙げておきましたが、この資料の6、7、資料の6は物語の冒頭部分でありますね、この冒頭部分には、牧野第一の城にはです、ね、頼朝が伊豆に幽閉をされて、その幽閉をされて頼朝がどのように暮らしていたのか、過ごしていたのか、これも他の平家物語には語られない場面でありますが、これを登場力は語っていく。 資料の7は先ほど申し上げたように頼朝が挙兵をする場面ということになりますまず資料の6でありますがこの資料の6本文を読むことはもう割愛をさせていただきますけれども内容としましては頼朝から伊藤助近の娘に対する求婚の意思を聞いた佐々木太郎貞綱がその背中を押す場面 このような幽閉の身の上であるけれども自分はその伊藤助二家の娘に求婚をしたいのだということを相談したところ定綱がですねそれはそうなさいませということを言うわけですがその本文の中で防線を引いておきましたがそのゆえは 君の恩先祖八万殿の,の恩段階恩ぬ観んというふうな形でですね、えー、あごめんなさい間違えました資料,の、えー、資料の6の方ですからごめんなさい今資料,のを読ん、えー、資料の7を読んでしまいました資料の6の方の冒険ですね言わんや君は六尊王の病へ八万殿、えー、次第の末用東国の八つ原がためには十代の衆なりというとですね えー、頼朝に対してあなたは八万幡の次第の罰用だから八幡のというのは源義家のことであります。源義家といえば、えー、後でまた出てまいりますけれども欧州の十二年合戦前九年五三年の駅ですねこれで大活躍をした現状の中のカリスマでありますねこの源氏のカリスマである義家の罰使用であるということがことさらにまあこのようにいい強調がされる。 そのような趣向は資料の7に参りますが資料の7の頼朝が挙兵をする下りの中でも繰り返されますこの資料の7の場面は欧州の秀平を頼ろうとする頼朝をいさめる梶原景時の言葉になります。 えー、それはよろしくないということを語るために景時は秀平の出自を説きますその秀平の出自を説いている言葉の中に棒線を引いておきましたその家は 君の御先,御先祖八万殿の御代官御,御代部常清の南清平奥州の鎮守不祥語に伏せられたりしよりこの方秀衡はすでに四代なる云々というふうになるわけですねこれはあのお秀衡の出場を語るわけでありますからことさらにですね君の御先祖八万殿というふうに断らなくても良さそうなものを、えー、頼朝の先祖は八万殿である義家であるということがまたこのように挿入をされる 実はこの「資料の6」「資料の7」の「八万度の記述」はどちらも源平登場録に独特な他の「平家物語」には見られない記述であります。 でこのように頼朝を語る際に常に八幡度の義家を参照するという登場録の姿勢はあ資料の8にも見受けることができます今までの「資料の6」「資料の7」というのは登場録に独特の本文でありましたがこの「資料の8」については他の「平家物語」諸法の中にも同じ記事が。 われ我々平家物語研究者はよくこういう考察の仕方をするわけですが、さまざまなバージョンを比べてみてで、バージョンを比べることによって、ここが独特である理由は何なのかというのを考える、そうした分析の方法ですね、一番上にスライドでは、源平登場録、資料8、原文書本文資料では資料の8ですね、挙げておきました、でそのあとに資料の 8A、資料の 8B という形で、これ、別のバージョンになります。 えー、どれも平家物語なんですね、ちょっとややこしいんですけれども、えー、資料の 8A に挙げました、遠京本,本という平家物語は、遠京2年、遠京3年に本奥書,書,書きを持つ、本奥書きを持つ。 1309年、1310年、これは鎌倉時代の終わりですから現存する平家物語のテキストの中では最も古い奥書きになります。なので、いろんな問題はあるのですけれども、この「遠行本」というテキストは相対的にあちらこちらに平家物語の最も古い姿をとどめていると考えられるのがこの「遠行本」です。 資料の 8B に挙げましたのはこれ「渋合戦情報」というふうに呼びます渋合戦情報この渋合戦情報というのは成立時期ははっきりしないはっきりいたしませんが関東の浄土周辺で成立したのではないかというような指摘があります原、えー、平登場録も千葉市の周辺で成立をしていますから関東で成立をした「平家物語」という点ではこの渋合戦情報と 原平登場力は共通をするということになります原、えー、平登場力の今から申し上げる場面を遠行本最も古いとされる演行本と同じカウントで 成立をしたと目される渋川線情報と比較をしてみたいんですが源平登場力ではま,また相変わらずですね頼朝を語る時には義家さんというのがあります、えー、この源平登場力牧の5の4のお話白の8は藤川の活性のために白旗を持って帰算したあ畠山重忠の言葉であります。 源氏の旗印の白旗を持って重忠が来たわけですがその由来を頼朝が聞いたことに対して重忠が答える内容になります。 えー、ここには、えー、八幡殿による欧州合戦十二年合戦の先例としての重要性が説かれています。自分がこの資料旗を持ってきたのは義家による、うん、欧州合戦に由来があるのだということを重忠はあ力説をするわけですね。えー、ここにもおこの頼朝が挙兵をするときに重忠が助力をする、えー、その重忠の助力というのは義家の孤実によって十二年合戦における義家の孤実 によってそれが実現したのだと位置づけようとする登場力の意図が見受けられるわけですがただ安倍の定党を打つということがここに明記を。 されているわけですけれども、貞夫を打つという方は前九年の駅なんですね。前九年の駅でも、もちろん吉江活躍していますから。吉江がって言っても間違いではありませんが、当時の珍府将軍は、父親の頼吉であります。それを、そのこと、さらに吉江のというふうに語るところに、八万戸の吉江を中心と中心に把握をしようとする。登場録の姿勢が現れています。 ではあこの同じ場面が他のバージョンではどのように語られているのか、えー、もっと古いバージョンであろうというふうに推測をされる遠鏡本ではです、ね、あの確かに八幡度の吉江の古実は引かれます引かれるのですがあ線を引いておいたかと思います。えー、線,を引いた中線を引いた一番最初に 御先祖八万殿と、まずこれ古い例として八幡度の吉家の例が挙げられるんですねで次の行の真ん中ちょっと下に近くは御社家悪源太殿これ近くはとありますから最近の例として挙げられる古くは近くはという,こう例の挙げ方というのは、平気物方よくあのする語りの方法でありまして、えー、ここには吉家の例だけではなくて近くはとして悪源太というのはこの悪源太義平 です悪元太吉平の古実が惹かれます。 ということは、登場力では義家の先例に基づいて重忠が動いたわけですから、義家の先例古実には絶対的な存在です。しかしながら、遠行本では義平も惹かれるわけですから、義家の古実は相対化されてしまっているということになります。また、先例として12年間戦の義家ということが語られたわけですが、ここでは大倉合戦ですね、その悪言と義平が。 木曽義仲のお父さんである義方を討伐した大倉合戦の洗礼が惹かれるわけですからあ 12, 戦12年合戦プラス大倉合戦ということで、えー、2つ並べられてしまう12年合戦自体の絶対性も相対化されてしまうということになります、えー、そんな特別じゃないよということなんですねで、えー、しかもこの「遠行本」のこの記事というのは ああ平家物語の他のバージョン長門本と呼ばれるバージョンであるとか源平浅水器源平浄水器と呼ばれるようなバージョンにも全く共通をするすなわち平家物語の大きな認識の中ではこのように2つ並べる方が普通やってことなんですねその普通やのに登場録はおそらくは登場録演行本的な本文を見ています見ているんだけれども悪意源と義平の古実を削除してしまう 削除して義家の古実に集約をしたというそういう作為が見て取られるところなんですね。で、えー、資料の8の B、渋川線情報同じ関東圏の成立と目される渋川線情報では今度はまた違う古実が引かれておりまして資料の8の B でありますがこれは温泉よよ「御先祖頼義阿孫」。 欧州の領州を攻めに下りた玉し時秩父太郎大部6歳の時に手相撲にうんぬんということで頼よよしなんですね。 この佐田党を攻めた前久年の駅であれば、頼義の功績として検証される十分にあり得ると先ほど申し上げましたが、渋川線情報ではこれは頼義の後実として扱うわけです。えー、ですから、あまあ、この渋川線情報が頼義どうしてしたのか、これ自体も問題であるわけですが、登場録が義家にすべてを集約させる、しかも今申し上げてきたように、他の場面においてもずっと義家を持ち上げていく、検証していくというのは、登場録に、えー、極めて独特な 姿勢であるということが言えるわけですで、えー、もう一つ例を挙げたいと思いますがそれが資料の9であります、えー、この資料の9はよりともが 伊藤近にですねその伊藤助親の娘との間にできた子供その頼朝が伊藤助親の娘と通じたことを知った助親は激怒をしまして、その子供を殺してしまいます。その頃ろ、自分の子供を殺されたことに憤りを持った頼朝は、今度はすけちな助親を帰るうちにしようと。 箱根えー、伊豆箱根の二所権現に頼朝が祈願をするそういう場面がこの資料の9の場面であります。この場面の中では次のような構造を見て取ることができます。波線と防線でですねちょっと線を引き分けておきましたがまず最初の波線部でありますが着難義家をもって八幡大菩薩の氏子となし。 えー、自分がこれからスケチ親に対して戦を望んでいくその自分の在り方というものを、えー、考えるにあたってですね、えー、自分はその着難義家八幡堂菩薩の氏子である着難義家の抜、えー、流にあたるのだということを神の前で語るんですねで、えー、次の坊戦頼朝はこれ八幡により次第の氏子なりその抜流にあるのだということが語られる。 でえー、しかるべくは、はあ、八幡大菩薩日本国を頼朝に打ち下側を締めたまえとまた並々にしておきましたがここには、えー、八幡神の加護を規制する頼朝の様子が語られていますちょっと前のスライドの方が分かりやすいかなというふうに思いますが十二年合戦において義家が活躍をしたのは八幡大菩薩の氏子として活躍をしたのだという認識がここに表れています。 一方で今ここにその八幡殿から四代の氏子義家の着流として八幡氏の加護を持って活躍しようとする頼朝が語られている。 えー、頼朝が十二人合戦の先例において八幡大菩薩の氏子として活躍、えー、した義家に、えー、そのまま重ねられている重ね合わせられているというのがこの祈願の様子から見て取ることができるように思います。 このように原平登場録では常に頼朝と,という存在は八万度の義江の古実の中でまた十二年合戦という先例の中で位置づけられていくという特徴を持っているわけですがそのことをどう考えるべきか実はこれについてはもうすでにですね日本史の研究者の方で方からですね大変重要な指摘がなされています。 河合靖さんという、えー、日本史の研究者の方がおられますがそのお見解を資料の10資料の11として2つ示しておきました、えー、ただあ1点ですねちょっとあの修正がございます。資料の11の見出し のの十一見出しに私あのレジュメの方には足利氏が重んじた頼義古実と書いてしまっていますこれ間違いです、えー、足利氏が重んじた義家古実よし青,青字にしておきましたの間違いですからちょっとその点あのご訂正をお願いいたします、えー、例えば先ほど渋川選挙法を見た時に頼朝は頼義の古実にもって語られていました えー、この渋合戦標本が示したような頼家の古実に基づいて、えー、頼朝を語ろうとする姿勢は河合さんによれば、えー、源平合戦期ですね、えー、頼朝が兵をしたあー時期あるいは幕府を創創した時期 この時期に頼朝は頼義の個実に基づいて欧州観戦を前九年合戦として演出をして頼義の武功を強烈に認識させる一方で自らを唯一の頼義後継者として位置づけたのだということが指摘をされていますすなわちこう物語として語られることが現実の中に適応されていく頼朝は十二年合戦における頼義の武功誕 今欧州の秀衡を打つ欧州合戦におけるこの現実の中に当てはめて人々にそれを強烈に認識をさせた。 とそういう意味においては渋合戦標本が頼義の古実において頼朝を語ろうとするのは源平合戦期のあるいは鎌倉幕府早々期の頼朝の認識意識に沿ったものがそこに現れているというふうに見て取ることができるわけですで一方で問題はその登場力がです、ね、頼朝を常に義家の古実において語ること については資料の十一でなされる河合さんの指摘が大変重要だろうと思います足利総家による源氏の着流工作は吉井へ直系を主張することによって行われたんだとその背景には吉井への即吉国から分流した足利氏独自の氏式というものがあるんだと より径よし直系の地位を誇示した頼朝の家系を相対化する政治的意味もそこには考えられるのだということが河合さんによって指摘をされています。 登場録が度々繰り返す頼朝に対する義家古実を通じた把握というものは意味軸もこの足利氏が自らの権力を保障するために兼伝をした宣伝をした義家古実のあり方と重なり合うということが言えるわけですねでは千葉市の歴史に非常に堅いれを持つ堅いれを持つ 登場力というテキストがどうしてこのような足利氏の認識にも通じる義家古実によって頼朝を描くということを行っていくのかその両者の接点はどこにあるのかというのを、えー、次にお話をさせていただきたいと思います。えー、3「12年合戦の洗礼の意味するもの」というところにお話を進めます。 えー、千葉市にとって、じゃあ吉江とはど、義家、えー、とは何なのか、欧州関染とは何なのか、12年合戦とは何なのかというところが問題になってまいります。それを考える上で重要なのが、資料の12、えー、これも書本には記事のない独特の、源平登場録に独特の記事であります。この資料の12の内容は、スライドに表しましたが、義文流平氏における12年合戦時。 九年年五三のの駅ですね、えー、のお八幡戸の義英との関係および頼朝挙兵時の鎌倉殿頼朝との関係について物語っていくのがあこのお記事の内容ということになります。 でえー、線を引いたところらへんにです、ね、このスライドでアスタリスクでまとめたあ記事内容というものが順々に表れていますので、スライドの内容と本文を随時、えー、対象していただければと思いますが、まず最初に線を引いたのが、あ千葉市に関係するところでありますね。えー、ここにはあ四角で囲っておきましたが、千葉市総計のみが八万殿の御友であるという認識が表され で12年合戦では、街道の王天の大将軍を務め、そしてまた、原兵合戦期、鎌倉殿頼朝にとっては左の位置だ、左というのは偉い方ですよね、左と右、左のが偉い方ですよね、しかもそれの一番上ですから、最も定席だということなんですよね、えー、そのような認西こ国には語られる。 ここにはそのほかに畠山三浦梶原といったですね坂東八平氏の有りというものが同じように「十二年合戦ではこう鎌倉殿にとってはこう」というそういうパターンで語られていくんですけれども畠山氏については「十二年合戦では先人の大将軍隊」これはあの別のところにも語られているんですがリフレインになっていますね「鎌倉殿にとっても先人の大将軍」にあるということですね。 でえー、この畠山氏とペアになるのはちょっと一つ飛びますが梶原氏になります梶原氏は12年合戦では後陣の大将軍であるで鎌倉殿の頼朝にとっても後陣の大将軍であるということですね、えー、畠山と梶原は頼朝につきつ従う軍勢のです、ね、先陣と後陣を務めるのがこの二氏の役割であるというふうに位置づけられる。 間に三浦氏でありますが三浦氏は十二年合戦では公平とあります公平というのはちょっとあまりなじまない用語なので公明かと思われますが公明七人のその一と語られるまあ,あ頑張った七人の中の一人あの一,一人なんやでということですねで鎌倉殿頼朝本との関係については明らかには語られません このようにですねこの記事を通じて12年合戦において千葉の助千葉市宗家のみが義朝と共に居並ぶ立場でありそしてまた鎌倉殿頼朝の挙兵においては左の一座を占める。 街道の大手の大将軍もピンで,ピンで,です、ね、もう独自に大将軍を任命されるもう特別な存在であるのだ十二年合戦という戦例の中から元気に義家頼朝に付き従うあるいは共に居並ぶ存在として千葉の助が検証されるということになるわけですまた次の資料の十三 でありますがこのような原平登場録の認識を前提にすればこの資料の13の内容は最初にあらすじで少し申し上げたところでありますけれどもその本文からもですね、次のように考えることができるだろうと思いますやはりこれも原平登場録に独特の記事でありますがこの資料の13の内容は 頼朝ががををしししたたたに、えー、重種が大活躍をいたしましたその大活躍を頼朝が称賛をし奇跡を起こした妙見神を自らのもとにを渡らしてもらいたいと堤谷に依頼をした先ほどあらすじを申し上げましたその場面がここにあります。えー 白の十三の真ん中ら辺、波線を引いておきました。よし文よりタデよりに渡りたまえ、着々相伝えて、常棚に至りとは一大なりずっと千葉市宗家に伝わってきた妙謙心この妙謙心を次の行の傍線部でありますが、しからば、いささか、 頼朝が元へも渡し立てまつらんと思うんです、ね。ちょっとでええから、その素晴らしい妙見心を自分の元にも渡らせてくれへんかというふうに言うわけです。渡らせてくれへんかって大阪弁で言うはずがないんですね。<laughs> 大阪弁。頼朝が大阪弁使ったら相当面白いですが、渡らせてくれないかということであります。<laughs> えー、この妙見大菩薩は次の波線部でありますが、あ世の仏心にも似ず、 アマテラス大神の三種の神器の国王と同じくいたまいというこそまた大きく出ますね。アマテラス大神です。天皇家の祖先神、最も損する祖先神でありますね。このアマテラス大神、あるいはその象徴である三種の神器、これが天皇家、国王、天皇家と一体である、不足不利であるというのと一緒だ。 ですね代々帝を守りたもがことしこの妙見大菩薩も将門より以来着々相伝わり神殿のうちに安置したてまついでいまだ別家移したてますだから妙見神を頼朝のもて渡すというようなことはあ,ありえないということを言う、えー、スライドに戻りますとスライドの2つ目のアスタリスクですね「天照大神と天皇家の関係に同じく将門以来妙見神と千葉宗家は一体であり妙見神は他人には渡り得ない」 と綱谷は解きますでその上で、えーまあちこちって申し訳ありませんが常谷は次のように畳みかけるんですね本部に戻りますが奈線戦部です一族たりといえども本体は長く抜子のもとへは渡られずいかにわんや他人において親千ずるところ次い防戦部ですが常谷君の御方へ参り向かって仕えたるをひとえに妙見大菩薩の御渡りあるとおぼしめされそうらい。 ですねえー、千葉宗家のスライドの赤字の部分です千葉宗家常胤の頼朝への起産こそが妙見信の頼朝への渡御に他ならないと主張するすなわちこれは妙見の加護を得ようとすれば八万度の嫡流の頼朝でさえですね千葉宗家のと共同しなければならない、えー、ということがここに主張されているということになります。 えー、義家の古実と将門義文の古実がどう結びつくのかというのはここにおいて明らかであろうかと思います、えー、八幡市というのは天皇家の宗病心天皇家が尊敬する神でもありました。 天皇家の備を神、源氏の氏神としての八幡神は、国において、正門の神皇将門の神王という東国の王権、東国の王権に由来をする神、また、千葉市宗家の氏神としての妙権と、その八幡という妙権は居並ぶものとして位置づけられる。だから、この両者がお互いに共同してこそ、大きな権力を動かすことができるのだという、そういう歴史観がここにある。 これが源氏の側から発信されるはずはないわけですねこれ千葉氏の側からですねだから俺らのことを大事にしてやった話です妙見信の呪力が得たいんやったらもう八幡神の脈々とその代を継ぐ義家の古実を継ぐ頼朝は自分たちと共同しなければならないということがここに主張されているということになるわけであります。 ならばです、ねえー、次の資料の14でありますがここの資料の14はあもう他の「平家物語」の遺書本は挙げませんでしたけれどもこの資料の14の本文は 他の平家物語にみんな共通してある本文です平家物語の結構最初の方にですねあの必ず置かれる本文でどういう内容かというとアスタリフスクの一つ目でありますが朝廷と武家との間のあるべき関係性、えー、あるべき関係性ちょっと本文読んでおきましょうか白、えー、の14でありますが昔より源平漁師鳥の二つの翼のごとく車の二つの輪に似たり。 互いに長家に長わわれとあるわけですね、えー、武家というものは、えー、長家に召し使われることがまず朝,あの朝廷を守り朝廷を守護しで朝廷に仕えることがまず第一の本文であるわけですでその第一の本文である武家には2つの流流れがあるとそれは源氏と平家だ。 現地と平家というのはお互いがお互いに支え合いながら不足不利、えー、鳥の2つの翼車の2つの輪ですねお互いが強度を押し合いながら天皇家を守っていくそれでこそ安泰な世の中がもたらされるのだというこれが武家が朝廷に対する武家の朝廷に対する関係性の理想形なんですね。 でえー、このことが語られた後しかしながら今は違うでしょうということが言われます、えー、次の次の行3行目でありますが方言にためよしいられ平時に義,とめ義とも歌たれし後は末への源氏ども少々ありといえどもあるいは流されあるいはあ中され今は平家の一類のみ繁盛してさらに首をさらすものなし。 いかかなる末の世にも何事かあととぞ見えしってことですね源氏と平家のパワーバランスが崩れてしまって源氏がみんなやられてしまって平家だけが隆盛を誇るようになったこれは本来あるべき天皇家と武家の関係性においてはあってはならないことだから末の世もう恐ろしい動乱がこれから起こっていきますよ。 平家物語の最初に置かれるには非常にふさわしい内容なんですねだから平家物語にはすべてほとんどの書本にはですねあの共通詞である気になるのはちょっとここから深読みといえば深読みなんですが登場録だけですねあるい,い,い一部の表現を付け足すんですね、えー、スライドにも上げておきましたがあの本文には線を引いておきましたが「国家を守る棟梁なり」というですね「国家を守る棟梁なり」 えー、源平両氏が鳥の二つの翼のごとく車の二つの輪のごとく互いに長兄に召し使われればそれはまさに国家を守る棟梁であるのだ国家のを守る棟梁というのが東条力だけ付け加えてるんですねこれ今までの脈略で考えれば次のようなことも考えても良さそうに思います。 基本的にはこの文脈はですね当然あの源氏と平氏この平氏というのは忠盛から清盛のですねこのその平氏伊勢平氏のことです、えー、なんですがあーこの国家を守る棟梁というのはあえて、えー、付け加えることの背景には、えー、義家流の頼朝と 正門義風流の千葉宗家が御ともに国家を守る棟梁となるという理想をです、ね、示唆するものかというふうにもあのまあ深い読みすれば考えられてくるところであるわけです。 でえー、以上のように、ですね、えー、なぜ、えー、東条力が正門義文流の古実を重要視したのか、また同時に頼朝を把握する際になぜ義家流の,ヨシエの古実というものを重要視したのか、それは十人間合戦の洗礼において両者は結びつき、そして今、源平合戦の時代においてもその両者が結びつく、えー、非常に大きな根拠となる。 千葉市側にとっての一つの根拠のアイデンティティと言い換えてもよろしいかと思います。だからあ登,場力の登場力の中にそのような物語が語られていったというのが、まあ、今日のお話のほとんど結論ということになりますが最後にですね一つ、うん、付け加えておきたいと思います、えー、何故に平家物語であったのかということです。 平家物語という物語作品を通じてなぜそれを訴えなければならなかったのかということなんですね。そのことについて最後に少し考えてお話を終えたいと思います。そもそもですね、この登場録の成立でありますとか、あるいは登場録の中に語られる先ほどから申し上げている極めて独特な千葉市の歴史の物語、妙見師の物語、これがいつできたのか。 定説がありません、えー。本文資料の方には詳しくスライドにはごく簡単に3つの ABC と3つの説を挙げておきました最も古い説ではですね、えー、その原型はあ法治合戦の直後13世紀の半ばにはすでにできていたんだ源平登場力の原本も,もうこの時期には成立をしていたのだという見方も ある一方でそこまでは遡れないだろうと13世紀の終わりから14世紀の初めの頃だろうという見方もあります、うん、一方でですね、えー、C にはですねいやいやあの奥書きのある1337年兼務4年もうこれからほとんど遡らない隔たらない14世紀初頭遡らないその頃ではないかというふうに三つの説がありますがあ私自身はですね、えー 次の資料でありますが、源平登場録の奥書きが書かれたこの建武4年のその直前の時期の千葉市宗家周辺の政治情勢を考えることで、ですねなぜ平家物語なのか、あるいはこの物語がいつ成立をする意味があるのかということについて考えることができるように思っています。 えー、年表をずっとお示ししていますがその年表の内容をごくかいつまんで、えー、まとめたものが前のスライドになります、えー、鎌倉末期にはですね、えー、だんだん幕府の権力があ衰えてまいります、えー、その幕府が衰え権力が衰えてきた時に反幕府型,型として、えー、その倒幕に、えー、非常に活躍をしたのが千葉宗家千葉之助でありました 一方、その反倒幕北条氏を討伐するのに功績を挙げながら、千葉之助はです、ね、その地元においては非常に大きな火種を抱えていました。千田氏、本来嫡類であり、以前千葉市の祖でありますが、千田氏、あるいは千田の庄内の在地物資との紛争を地元では抱えていました。こうした地元のでの対立関係を抱えながら、 大きな国の動乱に千葉の助千葉宗家は取り組んでいくわけですがアクセスをしていくわけですが建武2年1335年の中仙台の乱では高氏による反神聖の挙兵に 千田種貞が、高氏の追悼の新田軍には、千葉之助の定種が参加をします。この段階で、高氏方と新田方にです、ね、千田氏と千葉之助が分かれるということになります。 県務3年、劣勢の高氏が勢力を挽回しこれにはずっと千田種貞が同行しておりましたついに挽回をした結果後醍醐天皇と講和をし高氏が覇権を握ることになりますこうなると新田と結んでいた千葉之助は大変な苦境に陥ります一定の抵抗を行います越前の方に逃れていこうというようなことも考えますが結局千葉之助は足利方々に起伏をする起産をする ということがありましたあーこの南北朝の動乱のですね特に兼務の申請時期にはですね千葉之助はあそれこそ家のの存亡の危機を迎えていたわけですね今のこのおまとめから分かるように一旦足利と敵対をしていた千葉之助は再び足利方に帰参をして許しを請うてですね自らの意味というものを あの認めてもらわなければ家が続かないとそういう時期がちょうどこの時期であったわけなんですね、えー、このお翌年ですね建武3年、えー、足利方に厳ししたちょうど翌年に源平登場力は所赦をされているこれ偶然のように私には思えないんですねえー、先ほど来、えー、頼朝の挙兵の段階において常 種がいかに源氏方にとって意味のある存在であるのかということを源平登場録は、えー、正門義文流の古実と義家の古実でもって語ってきたのだというふうに申し上げましたが実はもう一つ先の段階を見越していたというかむ,むしろその先の段階にこそ意味があったのではないか。 南北朝の動乱期において、足利源氏の着流工作をしている足利、その足利がまさしく吉家のお祭りを名乗ったわけです。その足利に対して、自らの千葉之助のアイデンティティを認めてもらって、自,自らの寄付を許してもらう。そのためには このような12年合戦も含む原平合戦の物語というものが是非とも必要とされたのではないかそこに平家物語を通じて千葉之助のアイデンティティを訴えかけていくというところの由縁があったのではないかと私はま考えているところであります最後に書きましたが登場録には県務年間における千葉宗家の千葉之助の政治的危機意識が如実に反映しているとは言えないだろうかというのが私の今の 原兵庁場登録に対する一つの読み方であるということを申し上げたいと思います以上ですね、えーえー、早口でお聞きになりにくいところもあったかと思いますがあ私とお話を終えさせていただきたいと思いますご清聴いただきましてどうもありがとうございますはいえっ皆本先生大変あの興味深いお話をありがとうございました